したの？ソーサラーリング返してくるの忘れちゃったよ。だったらファイドラさんに返しておけばいいじゃない。なあ、ダメ。苦労して手に入れたんだぜ。しばらく使わせてもらっても罰は当たらないって。なあなあなあ、もうしょうがないな。悪いことには使わないでよね。それにしても信託ってそんな大したことが起きるわけじゃなかったんだな。どんなことが起きると思ってたの？そりゃすげえことだよ。例えばどんなことさ？山よりでっかい天使がさ、救いの塔を抱えて空から降りてくるんだよ。それで地面に塔を突き立てるんだ。ロイド、寝言は寝てから言ってよね。では巫女様の護衛はクラトス殿とリフィルに頼もう。私に依存はない。二人とも、さっきはありがとう。おお、二人とも、先ほどはご苦労じゃったな。ありがとうございます。ありがとう、ばあさん。なあ、今話してたの世界再生の旅のことか？そうじゃ。すっげえ、俺もついてきて世界再生ってやつを見てよ。姉さんが行くなら僕も行きたい。足手まといだ、断る。なんだと？聖堂での戦いとはわけが違う。子供は村でおとなしく留守番でもしている方がいい。クラトス殿の言う通りだ。さあ、私たちはまだ打ち合わせがある。お前たちはもう帰りなさい。二人とも待って。ごめんね、二人とも。別にお前が謝ることじゃねえだろ。まあいいや。そうだ、コレット、お誕生日おめでとう。クッキー焼いてきたよ。明日旅に出ちゃうことが分かってればもっとちゃんとしたものを用意してたんだけど。ううん、ジーニアスのクッキー美味しいから大好きだよ。どうも。で、ロイドは？コレットに首飾りを作ってあげる約束だったよね。やば、まさか忘れてたりして。いや、あとちょっとで完成なんだ。明日旅立ち前に渡すよ。本当だぞ。嬉しい。それじゃあ出発時間が決まったらロイドの家まで知らせに行くね。でも危なくないか？私巫女として旅立つんだよ。だから大丈夫。それじゃあね。嘘つき。これから作れば間に合うだろう。まあいいけど。ところで今日はもう帰るんでしょ？途中まで一緒に行っていい？いいけど、何か用があるのか？友達に会いに行くんだ。お前、村の外に俺以外の友達なんていたっけ？いいでしょ、別に。それよりさ、準備がしたいから。うちに寄ってってもらえると助かるんだけど。
のクラトスとかいうやつムカつく。足手まといだって言われたの、まだ根に持ってるの？そりゃあいつは強いけどさ。たった一つの取り柄けなされちゃ腹立つよね。たった一つって言うな。行く友達ってもしかして給食のパンを渡してるやつか？え、知ってたの？だってお前いつも給食の時パンをカバンに隠してるからさ。うん、いつも食べるものがなくて辛そうなんだ。村だって食料不足なのに偉いなお前。そんなことないよ。照れるなよ。きっとその犬も感謝してるぜ。え、犬？
違うよ、犬じゃないよ、人間だよ。え、そうなのか。てっきり先生に内緒で犬を飼ってるんだと思ってた。ああ、ロイドだよ。よろしくね。マーブルさん、見た？神託があったんだよ。ええ、救いの塔が見えたわ。これでようやく巫女様の再生の旅が始まるのね。今度こそ成功してほしいわ。前の巫女は失敗したんだって？ええ、途中でディザイアに殺されたと聞いているわ。これとは大丈夫かな。マーテル様に祈りましょう。巫女様を導いてくださるよう。ん？ばあちゃん。マーブルさんだろ。マーブルさん、それエクスピアじゃないか。そういう名前なの？ここに来てすぐに埋め込まれたんだけれど。うん、やっぱりエクスピアだ。でも、要の門がついてないな。要の門がついてないエクスピアは、体に毒なんだぜ。要の門って何？体に毒って。エクスピアは、肌に直接つけると病気になるらしいんだ。それなのに、肌に直接つけなきゃ意味がない。だから、エクスピアから毒が出ないように制御するまじないを、特別な鉱石に刻み込んで土台にするんだ。それが要のもんだよ。詳しいのね。でもマーブルさんのエクスフィアにはその土台自体がないみたいだよ。そうみたいだな。まじないを掘るだけなら俺でもできるんだけど、土台になる抑制鉱石がついてなけりゃどうにもならねえ。そんな、なんとかしてよ。簡単に言うなよ。本当は要の門ってのはドワーフの特殊技術なんだぞ。ロイドのお父さんもドワーフだろ。ねえ、大工事さんに頼んでよ。わかったよ。仕方ないな。親父。やったね。だからロイドって好きだよ。無理はしないでね。そこのババ、何をしている。ディザイアンが来るわ。二人ともお逃げなさい。さあ、早く。わかった。ごめん、ばあちゃん。いいから早く。マーブルさん、ごめんね。おい、こんなところで何をしている。油を売る暇があったらとっとと持ち場に戻れ。申し訳ありません。なんだその目は。俺たちディザイアンに逆らおうっていうのか。いえ、そんなことは。つべこべ言うな。お前たち、こいつを連れて行け。奥で痛めつけてやるんだ。おう。まずいぞ、ばあちゃんが奥に連れてかれた。でもどうしたらいいの。何か方法があるはずだ。
どこか高台からばあちゃんの様子を確認しよう。ここから上に行けそうだな。マーブルさんが。やっぱり助けよう。でもどうやって。お前はここから魔法でディザイアに攻撃しろ。そんなことしていいの。いいの。その後茂みに隠れながら村へ逃げるんだ。その間俺がおとりになるから。でもそれじゃロイドが危ないよ。大丈夫、顔を見られないように崖を降りて村とは違う方向へ逃げるからさ。了解。そんな体力じゃ危ないよ。さっきフォレットにあげたクッキーの残りあげるから、これ食べといてよ。なんだあいつの。手門を開けろ。大丈夫かマーブル。今のうちにこっち。ありがとうジーニアスロイド。この小僧が。よし行くぜ。マジンカー進撃だ。まだまだいけるぜ。ごめん、僕のせいだ。何言ってんだよ、大丈夫だ。でも顔を見られた奴らを倒したし、追ってはまだ崖の上だ。急いで逃げれば分かりゃしないって。うん、また宿題代わりにやってくれればいいから。うん、分かった。じゃあ俺はこのまま家に帰るよ。お前は村に帰れ。ロイド、マーブルさんを助けてくれてありがとう。バーカ、いいんだよ。正面ゲートの記録装置を解析しろ。はっ。今の跳躍は本当に人間だけの力か。
安らかに眠れ、なんてな。なんか今日お前聖域出てからそわそわしてないか。どうかしたのか。変なやつ。なんだよ、全然わかんねえよ。お前喋れればよかったのにな。くれないか。なんでいきなり。今日知り合った人が要の門なしのエクスフィアをつけてたからさ。要の門なしのエクスフィアは体に毒なんだろう。それともまさか一旦要の門なしのエクスフィアを装備したらもう手遅れなのか。そんなことはねえ。ただ要の門がないエクスフィアは取り外すだけでも危険だ。だから抑制鉱石でアクセサリーを作って、それにまじないを刻むことで要の門にするしかねえな。それで大丈夫なんだ。じゃあ腕輪でいいや。すぐ作ってくれよ。ちょっと待て。その要の門がないエクスフィアってのはどこの誰が身につけてるんだよ。傭兵。そんなわけねえだろ。エクスフィアってのは基本的にデザイアンどもしか使ってねえんだ。奴らから奪ったなら要の門もついてるはずで。それはドワーフの誓い第11番、嘘つきは泥棒の始まりでいい。正直に話せ。どうして要の門が必要なんだ。今日牧場で知り合った人が要の門なしのエクスフィアをつけてたからさ。牧場に行ったのか。あ、悪かったよ。ちょっといろいろあってさ。デザイアンにエクスフィアを見られなかっただろうな。ああ大丈夫だよ。でもどうしてそんなにこいつのことを隠すんだ。今日村に来た傭兵なんか堂々と装備してたぜ。お前のエクスフィアは特別なんだ。特別？デザイアンが装備してるのとは違うのか。そのエクスフィアはお前の母親の形見だ。デザイアンはそいつを奪うためにお前の母親を殺したんだ。本当なのか。牧場近くの崖でお前を拾った時の話はしたな。その時まだ母親には意識があった。そこで聞いた。間違いあるめ。なんでそれを今まで黙ってたんだよ。言えばお前はデザイアンに突っ込んでいっただろ。昼間救いの塔が出現した。あとはコレット嬢ちゃんに任せておけ。そうすればデザイアンも滅びる。だけどよ。お前はデザイアンに関わるな。母親が命を懸けて守ったエクスフィアとお前自身
大切にするんだ。で、要の門は作ってくれるのか。ロイド、話を聞いてなかったのか。聞いてたよ。聞いたらなおさらほっとけねえよ。殴ることねえだろ。ロイド、コレットと二人で話をしていらっしゃいね。私たちはこの後に見ますから。わかった。ロイド、ベランダに行こう。ちょっと待ってくれ。うん、わかった。じゃあベンチで待ってるね。誕生日のプレゼントを間に合わなくて。いいよそんなの。でもああいうのって誕生日当日にもらうから意味があるんだろ。じゃあおめでとうって言ってくれる？私が。ああおめでとう。この後も生き抜いて世界を再生するんだろ。そうだね。なあ、明日なんだけどさ、やっぱり俺もついてったらダメかな。ダメっていうか、ディザイアに狙われたりして危ない旅になるんだよ。そのディザイアだよ。俺今まで母さんは事故で死んだんだと思い込んでた。でも母さんは殺されたんだ、ディザイアンの連中に。それを知っちまったのに、奴らと不可侵契約を結んでる村で暮らすなんて俺にはできないよ。これでお前が天使になるのをこの目で見られるんだな。うん、やっぱりあのレミエル様が本当のお父様だったんだね。私いいじゃないか。どっちが本当の親父でもコレットはコレットだ。何も変わんねえ。ただ親父が二人いるだけだよ。人より多くて得したぐらいに思っとけって。ロイドが言うならそうするね。それにしても再生の旅か。なんかちょっとワクワクするよ。そうだね。封印を解放して天使になって、そして最後には最後には。ううん、なんでもない。とにかく火の封印に行けばまたお父様に会えるんだし、
私、頑張るね。ああ、頑張ろうな。そろそろよろしい？はい、今行きます。じゃあね、ロイド。ああ、また明日な。うん、さよなら。よし、サクッとプレゼントを作っちまうか。